Xerox-ARTとは、後にデスクトップメタファーを使用し、グラフィカルユーザーインターフェースをベースにした、オペレーティングシステムをサポートするように設計された、最初のコンピュータである。最初のマシンは1973年3月1日に動き始めた。アップルが大規模市場向け GUI 搭載パソコン、マッキントッシュを発表する10年以上前のことである。ARTは比較的小さなキャビネットに収められ、複数の SSI と MSI 集積回路から作られたカスタムの中央処理装置を使用している。10年から15年後のパーソナルコンピュータの一般的な性能を想定して設計されたため、マシン1台あたりのコストは高級車の販売価格に達した。当初は少数しか製造されなかったが、1970年代後半までに、ゼロックスの様々な研究所で、約1000台、いくつかの大学では、約500台が使用されていた。製品化計画もあったが、社内での駆け引きに敗れ一旦は破棄された。しかし1977年11月の社内向け、カンファレンス、フューチャーズデーでの成功を受けてゼロックス、本社上層部の興味を引き、1970終盤にはホワイトハウスなど限られた顧客にも販売されるなどして、総生産台数は試作機としては異例の約2000台に達した。ARTはシリコンバレーでよく知られるようになり、その GUI はコンピューティングの未来とみなされるようになった。1979年、スティーブ・ジョブズはゼロックスパークへの訪問を手配し、アップルコンピューターの従業員がゼロックスの技術のデモンストレーションを受ける代わりに、ゼロックスがアップルのストックオプションを購入できるようにした。2回にわたってARTを見学した後、アップルの技術者たちは、そのコンセプトを利用して、アップル、リザやマッキントッシュシステムを開発、発表した。ゼロックスは最終的にARTで培われたハードウェア技術を転用し、パークとは別の部署で秘密裏に開発を進めていた OS を搭載した GUI 搭載ワークステーション、ゼロックススターを商品化し、1981年に最初に販売した。完全なオフィスシステムは数台のワークステーション、ストレージ、レーザープリンターを含み10万ドルもしたため、同じく高価格路線で、商業的に失敗したアップルのリザと同様に、スターは市場に直接的な影響を与えることはほとんどなかった。ART 3ボタンマウス画面から見たARTのボール型マウスオプションの5キーコードキーボードARTは SRI インターナショナルのダグラス・エンゲルバートとダスティン・リンドバーグによって開発されたオンラインシステムに触発されて1972年にバトラー・ランプソンが書いたメモの中で考案された。設計は主にチャールズ・P・サッカーが担当した。工業デザインと製造はゼロックスに委託され、そのスペシャルプログラムグループのチームには、プログラムマネージャーとして、ダグ・スチュワート、アビー・シルバーストーン・オペレーションズ、工業デザイナーのボブ・ニシムらが含まれていた。最初の30台は、ゼロックス・エルセグンドによって製造され、パークのジョン・エレンビー、エルセグンドのダグ・スチュワート、アビー・シルバーストーンと共に、ARTのエレクトロニクスの再設計を担当した。パイロット運転の成功により、チームは、その後10年間で、約2000台を生産した。ゼロックスARTのシャーシは現在、カリフォルニア州、マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館に数台、ジョージア州ロズウェルのコンピュータ博物館に1台が展示されており、個人の手に渡ったものもある。ランニングシステムは、ワシントン州シアトルのリビングコンピュータ博物館に展示されている。チャールズ・P・サッカーは、ARTの先駆的な設計と実現により、2010年3月9日に、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーの2009、チューリング賞を受賞した。2004年のチャールズ・スターク・ドレーパー賞は、ARTに関する研究に対して、サッカー、アラン・C.K.、バトラー・ランプソン、ロバート・ W ・テイラーに授与された。2014年10月21日、ゼロックスARTのソースコードや、その他のリソースが、コンピュータ歴史博物館から公開された。以下の記述は、主にゼロックスパーク社の1976年8月発行のARTハードウェアマニュアルに基づいている。ARTは、マイクロコード化されたデザインを使用しているが、多くのコンピュータとは異なり、相乗化デザイン上で、マイクロコードエンジンはプログラマーから隠蔽されなかった。ピンボールなどのアプリケーションは、これを利用してパフォーマンスを高速化している。アルトは、テキサスインストゥルメンツ74181、チップをベースにした、ビットスライス3実演算論理ユニットを搭載し、書き込み可能なコントロールストア拡張機能を備えた、ログコントロールストアを備え、16ビットワードで構成された 128KB のメインメモリで構成されている。大容量記憶装置は IBM2310 で使用されていたものと同様の着脱可能な 2.5MB のワンプラッタカートリッジを使用したハードディスクドライブを使用している。ベースマシンとディスクドライブ1台は小型冷蔵庫ほどの大きさのキャビネットに収められ、デイジーチェーンを介して、もう一台のディスクドライブを追加することができる。アルトは、機能要素間の線引きを曖昧にしたり、無視したりしていた。ストレージや周辺機器への電気的インターフェースが明確に定義されている、個別の中央処理ユニットではなく、アルトルーは、メモリや周辺機器へのハードウェアインターフェースと直接、相互作用し、コントロールストアから出力されるマイクロ命令によって、駆動される。マイクロコードマシンは固定の優先度を持つ最大16の協調タスクをサポートする。エミュレータタスクはほとんどのアプリケーションが書かれた通常の命令セットを実行するが、その命令セットはデータゼネラルノバの命令セットと似ているものの同じではない。その他のタスクはディスプレイ、メモリリフレッシュ、ディスク、ネットワーク、その他のIO機能を実行する。例として、ビットマップ表示コントローラは16ビットのシフトレジスタに過ぎず、マイクロコードは表示リフレッシュデータをイーサネットも同様に最小限のハードウェアでサポートされており、出力ワードのシリアル化と入力ワードのデシリアル化を双方向に行うシフトレジスタを備えている。その速度が 3M ビット秒に設計された理由は、マイクロコードエンジンはこれ以上高速化することができず、ビデオ表示、ディスクアクティビティ、メモリリフレッシュをサポートし続けるためである。当時のほとんどのミニコンピュータとは異なり、アルトはユーザーインターフェース用のシリアルターミナルをサポートしていない。イーサネット接続を除けば、アルトの唯一の共通出力デバイスは、傾斜&回転の台座を備えた日、ブラウン管ディスプレイで一般的な横向きではなく縦向きに取り付けられた。入力デバイスはカスタムの着脱式キーボード、3ボタンマウス、オプションの5キーコードキーボードである。この2つは SRI のオンラインシステムで導入されたもので、マウスはアルトユーザーの間でしばたたく間に成功したが、コードキーセットは人気が出なかった。初期のマウスでは、ボタンは3本の細い棒状で、左右ではなく上下に配置されて、ドキュメント内での色にちなんで命名された。動きは互いに直角に配置された2つの車輪で感知されていた。これらはすぐにロナルド・E・ライダーが発明して、ビル・イングリッシュが開発したボールタイプのマウスにとって変わられた。これらはフォトメカニカルマウスで、最初は白色光で、次に赤外線を使用して、マウス内の車輪の回転をカウントした。このキーボードは各キーが一連のメモリロケーションにおいて個別のビットとして表される点で興味深いものがある。その結果、複数のキーを同時に読み取ることができる。この特性を利用してディスク上のどこからアルトを起動するかを変更できる。キーボードの値は起動するディスク上のセクタアドレスとして使用され、特定のキーを押しながら起動ボタンを押すと、異なるマイクロコードやオペレーティングシステムをロードすることができる。これは、ノーズブートという表現を生み出し、テスト OS リリースの起動で必要なキーにが、思いつくよりも多くの指が必要であった。ノーズブートは、指定されたキー配列を使用できるようにディスク上のファイルをシフトするムーブにキーズプログラムによって廃止された。テレビカメラ、タイプデイジーホイールプリンター、パラレルポートなど、他にもいくつかの大デバイスがALT用に開発されたが、これらは非常に稀であった。ALTはまた、ファイルサーバーとして動作するように、外部ディスクドライブを制御することができた。これは、マシンの一般的なアプリケーションである。ALTの初期のソフトウェアは、プログラミング言語 BCPL で記述され、後に MESA で記述された。この言語は、パークの外では広く使われていなかったが、モジラのような後のいくつかの言語に影響を与えた。ALTは、初期バージョンのASCIIコードを使用していたが、これは、アンダースコア文字を書き、代わりに、アルゴル60や多くの派生で使用されている、左矢印文字を代入演算子に使用した。この特殊性が、複合識別子のキャメルケーススタイルのソースであった可能性がある。また、ALTはユーザーがマイクロコードでプログラムすることも可能であった。ALTはテキストやグラフィックを含むすべての出力で、ラスターグラフィックモデルの使用を普及させるのに貢献した。また、ディスプレイへの基本的なプログラミングインターフェースとして、ビットブロック転送操作の概念を導入した。その小さなメモリサイズにもかかわらず、以下のような多くの革新的なプログラムがALTのために書かれた。表計算ソフトやデータベースソフトウェアはなかった。そのようなソフトはメインフレームなどには存在したが、個人が占有して使用するコンピュータ向けに販売された最初の表計算ソフトであるビザッカルクが登場したのは1979年のことである。ALTやノーテイカーで動作したアラン・ケイたちの暫定、ダイナブック環境詳細は暫定、ダイナブックを参照アラン・ケイらによってALT上で開発された世界初の GUI ベースのオペレーティングシステム的存在であるスモーALT区はパーソナルコンピューティングの方向性をエンドユーザーに示すだけでなく、オブジェクト指向の概念を本格的に取り入れた設計で開発者にもアピールし、この時のオブジェクト指向による OS 設計は現在最先端と言われる OS にも今なお色濃い影響を与え続けている。1970年代半ばにはすでに Windows システム、メニュー操作、アイコン付きパレット、WYSIWYG エディターなど、現在のパソコンに匹敵する特徴も備えていた。出資需要の条件に要求して、これを見たApple Computerのスティーブ・ジョブズに大きな影響を与え、リザやマッキントッシュを開発させるきっかけとなった。技術的には、ALTは小型のミニコンピュータであったが、当時のメインフレームコンピュータや他のミニコンピュータとは、対照的に一人で机に座って使用するという意味では、パーソナルコンピュータとみなすことができた。それは間違いなく最初のパーソナルコンピュータであったが、このタイトルについては他の人々の議論がなされている。より重要なことは、ユニックスオペレーティングシステムに基づくアポロや開発環境としてリスプをネイティブに実行するように設計されたシンバリックス社のシステムのようなシングルユーザーマシンのスタイルの最初のワークステーションシステムの一つであると、考えられている。1976年から1977年にかけてスイスのコンピュータのパイオニアであるニクラウス・ビルトはパークでサバティカルを過ごし、ALTに興奮していた。ALTシステムをヨーロッパに持ち帰ることができなかったビルトはゼロから新しいシステムを作ることを決意し、彼のグループと一緒にリリスを設計した。リリスは1980年頃に完成したが、これは、Apple、Lisaや Apple Macintosh が発売されるかなり前のことである。1985年頃、ビルトは、プロジェクトベロンという名前で、リリスの全面的な再設計を開始した。1978年、ゼロックスは50代のALTスを、マサチューセッツ工科大学、スタンフォード大学、カーネギーメロン大学、ロチェスター大学に寄贈した。メリーランド州ゲーザースバーグにある国立標準局コンピュータ科学研究所には1978年後半に1台のALTがゼロックスインターアイム、ファイルシステム、ファイルサーバーとドーバーレーザープリンターとともに寄贈された。これらのマシンは S、チューリッヒリリスやスリーリバーズカンパニーのパークワークステーション、そして最終的にスピンオフ企業であるサンマイケロシストムズによって販売されたスタンフォードユニバーシティネットワークワークステーションにインスピレーションを与えた。アポロドメインワークステーションはアルトの影響を強く受けた。アルトの取得後、ホワイトハウスの情報システム部門は連邦政府のコンピュータサプライヤーをその方向に導こうとした。米国大統領府は IBM 互換のメインフレームに接続されたアルトのようなワークステーションを使用して老朽化した行政管理予算局の予算システムに代わるコンピュータシステムの提案を要請した。そのような構成を提供できるメインフレームメーカーがなかったため、この要請は最終的に取り下げられた。1979年12月、アップルコンピューターの共同創設者であるスティーブ・ジョブズはゼロックスパークを訪れ、スモールトック -76、オブジェクト指向プログラミング環境、ネットワーク、そして最も重要なのはアルトが提供するマウス駆動のグラフィカルユーザーインターフェースである WYSIWYG を見せられた。当時、彼は最初の2つの重要性を認識していなかったが、最後の1つには興奮し、すぐにそれをアップルの製品に統合し、彼の会社で働くために何人かの重要な研究者を引きつけた。1980年から1981年にかけて、パークやゼロックスシステムデベロップメントデパートメントの技術者たちは、ゼロックスアルトを使って、ゼロックススターワークステーションを設計した。ゼロックスは、パークで開発された技術の価値に気づくのが遅れていた。1960年代後半に、米ゼロックス社が、サイエンティフィックデータシステムズを買収しても、パークには何の関心を持たなかった。パークは、デジタルエキプメントコーポレーションの PDP-10 を独自にエミュレーションして MACSC と名付けた。MACSC はアーペネットへのゲートウェイマシンであった。同社は商業的にテストされていない設計でコンピュータ事業に再び参入することに消極的であったが、その哲学の多くは後の製品に搭載されることになる。バイト氏は1981年に次のように述べている。コンピュータサイエンスの研究コミュニティ以外の人がアルトを買うことはまずないであろう。これらは商業販売を目的としたものではなく、ゼロックスの開発ツールとしてのものであり、大量生産されることはない。彼らに言及する価値があるのは、明日のパーソナルコンピュータの多くが、アルトの開発から得られた知識で設計されるという事実である。アルトの後、パークは、非公式には D マシンと呼ばれているより強力なワークステーションを開発した。ダンデライオン、ドルフィン、ドラドマシン、そしてドンデルアイリスなどのハイブリッド機である。1977年の Apple II や1981年の IBM パーソナルコンピューターなどのパーソナルコンピューターが登場するまでは、コンピュータ市場は中央コンピュータの処理時間をタイムシェアする。ダム端末を搭載した高価なメインフレームとミニコンピュータに支配されていた。1970年代を通じてゼロックスはパークの研究に興味を示さなかった。ゼロックス社がゼロックス820で PC 市場に参入した時、彼らはアルトのデザインを大幅に否定し、代わりに当時の標準であった8024文字のみのモニタとマウスを持たない CP/M ベースの非常にオーソドックスな機種を選択した。その後、パークの研究者の助けを借りて、ゼロックスは最終的にダンデライオンワークステーションをベースとするゼロックススターを開発し、その後、コストを抑えたスターであるデイブレイクワークステーションをベースにしたオフィスシステム6085を開発した。これらのマシンはバトラー・ランプソンの論文で説明されている。ワイルドフラワーアーキテクチャに基づいており、アイコン、ウィンドウ、フォルダーからなるグラフィカルユーザーインターフェース、イーサネットベースのローカルネットワーキング、ネットワークベースのレーザープリンターサービスなど、アルトの革新的な機能のほとんどが組み込まれていた。ゼロックス社が自分たちの間違いに気づいたのは、1980年代初頭、アップル社のマッキントッシュがビットマップディスプレイとマウス中心のインターフェースによって PC 市場に革命を起こした後のことである。これらはいずれもアルトからコピーされたものである。ゼロックススターシリーズは商業的には比較的成功を収めたが遅すぎた。高価なゼロックスワークステーションは初代マッキントッシュの後に登場した安価な GUI ベースのワークステーションに対抗することができず、ゼロックスはワークステーション市場から完全に撤退してしまった。ノーツ。ありがとうございます。